皆さんこんばんは。小室ゆりのネットでウィークエンダー今週もよろしくお願いいたします。MC の涼子です。今日はなんか、うん、振って振ってって目がいってます。告知があるそうです。はい。はいえー、来週、うん、小室ゆり初めてのクラウドファンディングに挑戦いたします。ほう。イエイ。 いやいや、まだ達成してないです。これから、これから。はい。五千よろしくお願いいたします。来週以降に発表します。うん、どんなクラウドファンディングかとか言わなくていいですか。まだいいか。まだいいです。はい、じゃあ予告編で。予告編でやるっていうことだけ。楽しみにしててください。お願いします。それではですね。きれいに告知もできたところで。今週の話題に行ってみましょう。今週はこんなニュースです。女性向け性サービス。 実はコロナ禍でめちゃめちゃ進歩していた、進化していた。三、うんうん、月二十八日お、つい最近ですね。十時一分配信の現代ビジネスのニュースです。すごいですね。ビジネスが、現代ビジネスが、性サービスを、これニュースにするって、すごいことですよね。うんうん、あのね、これ <laughs> <何>。ええー、私の個人的な感覚でございます。はい。はい、ある企業からお金が入っていると思ってます。はい <laughs> さてではどんな内容なんでしょうか負けていくかはい、えー「女性の性の楽しみ方が一変した、うんえー、昨年7月のアンケート、まあ、新型コロナの、ねうん、自粛生活の期間ですよね、うん、新型コロナと性生活に関する調査というのを行いましたと」と、はいうん、どこの企業が行ったか <laughs> うん緊急事態宣言中に マスターベーション頻度が増えたと答えた女性の理由の1位がストレス破産やリラックスススのためトレスがやっぱり女性もたまりますよね外に行けなければね、はい、それが63.4%でしたよと。うんはい。で次にスマホのアダルトサイトを初めて見たという40代の方。安全なアダルトサイトに初めてアクセスしてちゃんと見られることを知れてよかった。 はい、7月以降一人で家にいる時間が増えたので、はいはい、お気に入りのイロハでマスターベーションをした20代はい、はい、イロハねはいイロハね久しぶりにラブグッズサイトを思い出し購入した30代の方、うんうん、こんな回答がアンケートに寄せられたとこれもやっとすんかなんかもやっとするんですこの辺も。 あ、そうですか領事的にはああああああはい流してほしい、うん、あのですねスマートフォンの普及に伴ってそれまで DVD だけでなく配信での視聴が広まったとうん、まあ。本当そうですよねあの女性向けのアダルト DVD とか昔もあったんですようん。うん でデンタルビデオ向けに発売されたりとかも結構してたんですけど、うん、アダルトコーナーナに置置けけななななないいいですよね入れないなかといってじゃあどこに置くかっていう問題があって、うん、人から見えるところでは女性もさすがに借りれないので、うん、全く売れなかったっていうのがあってうん、うん、逆にそれを女性誌の袋閉じにしたら売れたとかね。 うん、そういうのが結構あったりしてだから多分アンアンのセックス特集なんかもそういう構図だったんじゃないかと思うんですよね最初はね。アダルトサイトを扱っている衛星放送の会社さんが、うんうん、女性の社員さんを使って男性向けに作られたアダルト作品の中でもこれだったら女性も見られる、うん、マイルドな、うん 作風のものをこう展示してたんですけどやっぱりね難しかったああそうですかやっぱり展示だと難しいそれ何年ぐらい前ですかえ何年ぐらい前だろうまだね2000 2000年前半ですよああじゃあ十何年前やっぱねちょっと時代が早かった178年前ねはいなるほど目の付け所は良かったけど早かったなるほどですね続いて行ってみましょうかはいはい セルフプレジャーアイテムが釈迦店で大人気、はい、どうですかセルフプレジャーアイテムですよ私最初聞いた時何のことかなと思いましたけどね何のこっちゃですよね、はい、セルフプレジャーうん、うん、まあ何て言うんですかね男性目線で言えばそれが百貨店で大人気だったと、うん、でイロハは2013年まあ多分その頃ですね先ほど言われてた あの女性向けにこれだったらいけるんじゃないかなっていうような DVD が展開され始めたっていうような頃ですよね、うん、きっと、はい、2013年あもっと前かそれは,それはもっと前もっと前かそうですねもうこっちは2010年代ですもんね、うんうん、3月3日に立ち上げられた3月3日っていうところがまたね <laughs> ねえ戦略が上手で、はいうん、女性向けセルフプレジャーアイテムブランドいろはうん アマゾンのレビューでは軒並み星4つ以上の高評価ってまあねうんはい続けていきましょう売上伸長率2020年3月から12月期は日本国内全体で削対比145%公式オンラインストアにおいては削対比234%うん まあコロナ禍ですよね。コロナ自粛か増えましたべえって儲かってますえっていう声ですよね。はい。確かにねイロハさんはね特殊ですよね。い。イロハとかもうちょっと高めのやつだとレロとかね。ね。はい。オボとかね。うん。わかる。はい。さて。長かった。2018年には。 大阪の大丸梅田店ですよ。大丸。うんうん、で、第一回のポップアップストアを開催。うん、目標。三倍以上となる四百万円を売り上げましたと。とこれはね、うん、大快挙ですよ。これはすごいなと思った。ねうん、はい。はい。こういう女性向けのラブグッズ、うん、まあ、プレジャーアイテムで書いてありますけど。うん、これが。うん 誰でも目に留まって手に取れるところに出店できるって本当にすごいそれが大丸、うん、マジで、うん、って思いましたよまあ逆に私はそこまで大丸売り上げ落ち込んでたんだなっていうのも思いますけどねなるほどね、はいうん、わらおもすがる感じだったんじゃないですかねうん、うん でも確かに百貨店がそこに踏み切ったっていうのはすごいことだと思います。うん、それまで女性買おうと思ったらね、あのドンキーホーテぐらいしかなかったんですよね。あとはネット。ネット、うん、うん、はいはいはい。そう、ネットショップの売り上げは基本女性の方が高いって言いますもんね。うん、はい、ラブグッズの販売店は。やっどっかこうハイ、うん、感とかインなものっていうイメージが、はいうん 世の中にも私自分自身の中にもあったと思いますなるほどそうですね、うん、続いていきますとそして19年11月初の常設店ですよ「うん、ポップップストアじゃなくて大丸梅田店には、うん、イロハスターっていう女性のラブグッズの常設店舗があるんですうんでした本当にすごいと思う、うん 快挙ですよねみんなねこういう女性のセクシュアリティグッズまあラブグッズもそうなんですけど常設店に置いてほしいとかあとアパレルグッズと一緒に置いてほしいっていう思いを持ってかなり活動されてるんですけどなかなかやっぱ難しいんですよそれを飛び越えてここにいたっていうのは本当にすごいと思いますただですねあの確かに女性のこういう ところが広まっていってるのはいいんですけど、男性の私から言うと。うん、だからって勘違いすんなよ男どもっていうのはあります。あ、ね、はい。そうことね。だからって使って喜ばれるわけじゃねえぞと。うん、はい。情熱、ね。気をつけましょうね。はい。<laughs> 次です。えー、<laughs> ガールズチャンネルというのがね。はい、あります。ガルちゃんはい。あのー。はい。 うん、男優イベントこれ要はあの女性向けのアダルト動画サイト、うんうん、動画チャンネルですねサイトとは言わないですねこれはね、うん、アダルト動画チャンネルなんですけれどそこの「男優イベントに女性が殺到すると、はい、そしてスタジオ CH」というのができました「うん、このスタジオ CH」とは何ぞやという話なんですけど、うんうん、えその女性が見るアダルト動画チャンネルは「 会員数が40万人を超えていると、うん、でそこに登場している女性向け AV のイケメン男優と実際に会えるイベントも盛況であると、うん、でもコロナ禍だからイベントができないんですよね、うん、じゃあどうなったかというとスタジオ CH、はい、こういう人たちに会える風俗店でございます風俗店って言っちゃいけないのかなマッサージ店うん ただ通常のマッサージに加えてケア、うん、したアダルトグッズを使って精感、うん、体を愛部する精感マッサージも行うと。うんうん、で金額90分1万5千円、うん、120分2万2千円、うん、2> 150分2万6千円と大体この辺のユーザーが多いと。 90分1万5千円のエステって考えると、うん、高くはないそうなんですこれ記事書いた人がなぜこうも高額なサービスに女性が殺到するのかって書いてたんですけど私も同感ですさほど高くねえよなって思いますうん、うん その辺もちゃんとマーケティングしてるんでしょうねこの企業さんがね。ちちちょょょいいいぶっこんで女性側の価値観が受け身ではなく自分で選んで性を楽しむという主体的な方向へと変わってきているというふうに書かれているんですけれど、うん、<laughs> <laughs> ちょっと字体を変えて <laughs> 書きましたけど「面倒くさい恋愛よりも」 手間がかからない女性向け性サービスの方が好まれるのも無理はないと。これ書いてるの女性なんですけどね。これ無理はないってその人の価値観ですよね。ちょっと待ってちょっと待って。っって <laughs> 面倒くさい恋愛よりも。うん。うん、でもね。はい。正直なところ。あの。ここ。感じてる女性がやっぱり多いんだろうなと思います。うん。はい。で。 男性もある意味。思ってるところあるんじゃないかなと。うん。うん。そうか、そうか。うん、セクシュアリティを扱う人間としては。うん。恋愛なんて、みんな面どくさいじゃんって思ったりするんですけど、うん。そうなんですよね。うん、その、なん、なんかね。うん、やりとりを楽しむ。っていうのがね、最初のフェーズだと思うんですけど。うん、そこから、次の段階、次のフェーズまで、多分上がれない。じゃないんですかね。コミュ障か。うん。 っていうのがね今回のネタにはねあちょっとはい入っているかなとあの AV 男優さんイベントこれまあ C.H. さんがやる前から結構皆さんやってたんですよその多分フロントランナーは一徹さん鈴木一徹さんって男優さんがねいらっしゃるその本ですねこの本にね書いてあるはい夫のエッチが嫌だってこれね両児に貸したんですそう 衝撃ですよ割と私女性向けの目線で考えられてる方だと思うんですけど、うん、これ読んだらいや全然だなと、うん、この番組も今まで自分である程度の構成作って MC やってきてますけどちょっとここから方針を変えていかないといけないかなって思いました。うんうん、それぐらいあの 深刻なというか、ガーンと頭を殴られるような衝撃を男性の方は読むと受けると思います。そうですね。で、そこの後半に書かれているところと前半に書かれているところのギャップですよね。うん、女性のね。はい。うん、それがすべてここに繋がってきちゃってるなっていう気がすごくしますね。うん。うん、もしかしたらあなたのパートナーも、うん。 こう思っている可能性は十分にある。はい。うん。うん。そう、小室さんがね、ゆりさんがいつも言ってますけど、A.V. はセックスの教科書じゃねえぞと。本当ですよ。うん。はい。このね、イベントでその伊田さんのお話を聞いてたんですけど、一徹さんだけではなく、今 A.V. 男優さんって女性にとっての男性アイドルなんですよ。 で、新宿にある某イベントスペースに男優さんが揃うと入場料1万円です100人の方が集まるんです本当ですよその日の売り上げ100万円ですよプラスそこに飲食代とか物販もしますからね物販もしますからじゃあ1日でいくら売り上げるのそれぐらい大人気男優さんってそうなんですよね あの本当に何て言うかなそこに書かれていることで、うん、私も過去経験していることで何であの時はあんなに良かったのにこのフェーズになってきて駄目になったんだろうとか、うん、そういう男性がわからないと思っていることって結構いっぱいあると思うんですよ。うん、ものすすごいいい謎が解けると思いますねうは あの本当に怖いもの見たさで一回読んでみていいと思います。あの結構すぐ読めますんでね。ほんで、一日かからない。あ、かからない、かからないです。二時間、三時間。こんな感じです。かかっても三時間。まあ私二時間ぐらいで、読めました。私結構読むの遅い方なんですけどね。お、そうなんだ。それでも二時間ちょっとで読めましたから。早い人だと一時間でパラパラって読めちゃうかなと思います。はい。あの。A. V. なんかよりよっぽどこっちを。 教科書にしてください本当にあのね若い人たちも是非読んでほしいです、うん、中高生うんあの間違った出会いからのその女性との付き合い方が間違った方向に行かないと思いますよ本当に、うん、いずれ自分にも降りかかる問題としての定期だと思います、うん、これ、うんうん、若いうちに読くとね、はい、そうなんです、うん、でね こうやっいろいろと出てきましたけど女性向けにこんなにマーケティングやってますよ女性向けにこんなに素敵ですよってねやってますけどアダルトビデオメーカーじゃんかよっていう話なんですよね <laughs> 要はね。 まあでもあの女性の部署と男性の部署ときっちりここの会社部署分かれてるのも知ってますし女性の部署を立ち上げた方は私もよくすぐ存じてるのでそれはすごくあのこっちの部署に対しては好意的に見てるのでねあのパッシングしないでくださいねお宅の企業にかなうような大きい人間ではございませんのであの虫けらのような人間でございますのでよろしくお願いいたします,します。<laughs> ただの女優ですすお願いいしまは というところで、な、でもこういうところにあれですよね。あの、うん、またイメージがあるとかで、があるじゃないか。いいいいイメージでいた。いやね。いいいいはい,、はい、いい,い,いあのただの女優ですから。むしろあれですかね。あの相模オリジナルとか岡本とかそっち側ですか。えもうちょっと違うところに行きたいな。もうちょっと違うところ。うん。もう言うてももう45ですからね。今年60になりますからね。うん、もうちょっと年、ね、相のところに。はいはい。はい 行きたいなと思っておりますけれどもね。あのじゃ男性が飲むこう精力剤のコーヒーのイメージがあるとか。なんで笑ってんの？スタッフが笑ってるんだけどやめてくんのありますね。ありますあります。はいはい。あなたのあなたのあの時代を思い出すみたいな。ダメ？はい。あのいいと思うんですけどやられてもいいんですけどあの男性職員あのクレゲルも言うんですけどさっきも言いましたけど。 女性がすごいですよ素敵ですよって CM してるからって言って相手の女性喜ぶと思わないいでくださいねそういうのやってことに臨むと,、うん、臨むとお前結局それ目当てかよみたいなね、うん、それだけかお前の頭の中みたいに絶対なりますからねそれと同時に私の知識も授けますので、うんはい、メーカーさんよろしくお願いします。<laughs> なるほど そういうい営業に入ったんですもこうやって女性が本当に自分で性の情報を取り入ったりとか、ね、ここにも書いてあるけど自分で選ぶっていうのは本当にこの時代に必要なことだし、うんうん、私はすごくいいことだと思ってます明るい話題だと思ってます、うん、実は。はい、Q ってって言うじゃないですか私公演の中で SQOL って言ってるんですよ。 これこれからの時代に本当に必要ですからね、うんはい、ここが整っていくことで、うん、じゃあご夫婦関係も良くなるパートナーシップも良くなるあのセクハラも、うん、ちょっと遠くなりますけど、うん、軽減することができる、うん、家庭内暴力も減るでしょうね減りますね、はい、あの女性のストレスの自殺も多分減るでしょうね、うん、そうするとシングルマザーも減っていく、うんはい、出生率も上がっていくっていう、うん、で、あの両親が仲良くしていれば子どもの幸福感も上がりますからね うん、いいことばっかりですよ。そうなんです。はい。はい、ぜひ。男性の皆さんはね目閉じないでください、うん。まず本から入ってみてください。<laughs> はい。では顔を出したところでまとめていただければと思います。<laughs> はい。先ほども言いましたが QOL ならぬ S QOL これから本当に必要な時代になってくると思います。ご自身の S QOL どんなもんだかなというのを考えてみるいいきっかけにしてくださいありがとうございますありがとうございましたはい。それでは小室よりのネットでウィークエンダー今週はこの辺でお別れとしたいと思いますまた来週お会いしましょうありがとうございましたモデル待ってます